こんにちは、ラーメン女性やっていきたいと思います。はい、ということでですね、はい、今日は中野島というところです、はい、こちらでですね、塩ラーメン、ちょっとね、視聴者さんから塩ラーメンも取り上げてくれたという事件がありましたので、はいはい、塩ラーメンの美味しいお店をご紹介していきたいと思います。はい、はい、ということで今回紹介するお店はこちら、我流麺部飛燕さんです。もうね、大人気のね、ラーメン屋さんなんですけども、はい、もうね、写真で見てもね、めちゃくちゃ美味しそうですね。はい、ということで早速中に入ってどんなラーメンなのか食べていきたいと思います。はい、それではレッツラーメン女子コーヒーゼリーすごい。はい、ということで店内に入ってきたんですが、入ってね、正面にね、券売機がありますね。こちらで先に食券を購入して買うという形になってます。ではね、今回こちら我流札幌ラーメン、なんて読むんだろう、飛燕は飛燕、こちらおすすめですね、こちらを、はい、戻ってきた。あとはこちらですね、はい、ボタル地鶏の中華そば醤油ですね。はい、そしてお肉ご飯、お肉ご飯、はい、こちらですね、はい、はい、ということで席に着いたんですが、席はね、カウンター席とあと小上がり席が1テーブル分ありますね、はい、大体13席ありますね、はい、はい、そしてなんともうね、人気ラーメン店ということで、こちらにもうすごいサイズの量がありますね。ね、こっちだけど、向こう側のあ、本当だ、カウンターの上にですね。ということで今回もがっつり食べていきたいと思います。はい、ちょっとね、席にね、メニューがあったのでちょっと軽く紹介していきたいと思います。まずね、こちらがね、一番人気、魚介鶏塩白湯ですね。はい、なんで魚介のだしと、そう、塩、塩、うん、で麺は細麺になってます、はい、でこのメニューがね、一番人気みたい。なるほど、ね、なんですけど今回私たちはこちらの我流札幌ラーメン飛燕を食べました、ね、なんかもうね、このネーミングがね、取られちゃう。ね、なんかさ、飛燕の燕をさ、ちょっとなぞらしてる感じもなんかいいですよ ね。で、このね、焦がしラード風味っていうのがすごい気になりますよ ね。で、麺は縮れ麺になってます、はい、で、もう一杯頼んだのがこちらですね、はい、小樽地鶏の中華そば、醤油か塩選べるんですけど、こっちで塩頼んでるので、醤油で頼んでます、はいはい、で、麺が細麺で、なんとこちらはね、新商品みたいですね。新商品ですね、うん、で、このね、小樽地鶏っていうのにちょっと惹かれまして ね、はい、はい、なんでこちらを注文してみました。はい、という感じでね、他にもなんかカツオ醤油とかちょっと気になったりね、つけ麺、最近ハマりつつあるつけ麺、つけ麺 ね、結構つけ麺のさ、良さ、なんかつけ麺のスープってちょっと濃いめじゃん、それが美味しいんだよね。そして裏に行くと、まあ、トッピングがいろいろあります。はい、塩味玉って、塩味玉、珍しい、ちょっとこれやればよかったですね。ちょっとこれ気になったんだけどさ、小樽時代のカレーライスっていうのもあるんですよ、ね、もしかしたらまたまた小樽かなって、そうなのかな、わかんないですけど、でも今回はこちらお肉ご飯を注文しました。はいはいはい、もうなんかお肉ご飯っていうからすごいお肉が乗ってるのかなって勝手に想像してますけど、まあ、メニューはね、そんな感じですね。はい、はい、っていう感じで、こちらに、このね、こちらのお店飛燕さんではヘルシーをモットーにしているそうなので、はい、はい、ヘルシーだけどとても美味しいということで、どんなラーメンなのかいろいろ伝えていきたいと思います。飛燕さんはね、そしてね、千歳空港、はいはいはい、千歳空港の中にもあって、うん、で、あとは YouTube のコメントだったら、はい、Facebook のコメントかわかんないですけど、はい、シャカリキさんに行ってみてっていうコメント、はいはい、二郎系初めて食べた時、うんうん、そちらのね、シャカリキさんともグループ店 で、はい、そうですね、はい、それもまたね、うん、今度動画で撮影に行きたいと思います。恐ろしい、もうちょっとブタキングさんで二郎系をトラウマになりつつあるんですけど、まあね、いずれに行きたいですね、はい、ちょっと言いようね、強化していきたいと思います。そうだね、はい、失礼します、はい、美味しそう、こちらお肉ご飯ですね、やば、は
はい、ということでラーメンが到着いたしました。こちらが、我流札幌ラーメン飛燕ですね。めちゃくちゃ美味しそうだね。やばいね。やばい、うん、見た目は塩っぽくはないけど ね、そうだね、色がね、ね、色はね、味噌みたいですね、はい、はい、で、こちらが、はい、小樽地鶏の中華そばの醤油ですね。これもうまそうだね。いや、めっちゃ美味しそう。全然違うね。やばいですね、うん、じゃあちょっと早速いただきたいと思います、はい、今日もね、朝から何も食べてませんから。はい、ということでまず具材紹介からいきたいと思います。まずこちらにメンマが、結構大きめのメンマが入ってますね、はい、で、真ん中にネギがありまして、はい、チャーシューが2枚の、あ、はい、めっちゃ柔らかい。もう持とうと思ったら崩れちゃった。そしてですね、下の方に野菜、玉ねぎともやしが入ってますね。あ、そうですね、ちょっとひき肉も混ざってます。あ、めっちゃいい匂いする。やば。では早速スープからいただきたいと思います。うわ、この表面の油やばいね。これ最後まで熱々パターンですよ。すごい、やっぱさ、焦がしラードってだけあって香ばしい匂いしますね。ではいただきます。うわ、うまっ。このさ、口に入れた時に塩味が広がって、その後になんかやっぱり香ばしい香りがすごく口の中に広がるね。いや、めちゃくちゃうまい。で、このさ、スープの濃さがね、もうちょうどいい。ちょうどいい。うん。では早速麺いきますね。うん、結構野菜もたっぷり入ってますね。麺がね、ちょっと白っぽいですね。白っぽいね、卵麺ではない、うん、はい。で、こちらはね、ちぢれ麺になってますね、はい、では、いただきます。ちょっと最近さ、動画見てて思うんだけどさ、お腹空きすぎてさ、最初の一口のさ、ラーメン取る量がやばいなと思って今回からちょっと少なめにいきますね、はい、では、いただきます。麺はね、なんか歯切れがいい麺ですね。いや、このなんかさ、後から来るコクの旨味がね、めちゃくちゃうまい。ね、これね、すごい癖になるね。でも後味あっさりしてるから、うん、どんどん食べたくなる。やっぱこのスープの特徴は、コクはあるけど後味あっさりがね、めちゃくちゃいいね、うん、うん、超食べやすい。はい、では続いてこちら、チャーシューですね。もうね、今にも崩れそうね。では、いただきます。もう、ほろほろ、やば、噛む前にね、崩れた。やばこの下味がついてて、はい、ちょっと甘めの感じが下についてるから、それがね、またこのスープにめっちゃ合うね、はい、うまっ。あー、うますぎる、やばっ。続いてこちら、メンマ、めっちゃ太い。太いね。うまっ。すごいね、弾力がありますね。はい、うん、では続いてネギと一緒にいただきます。今映ったかな。ふーって言ったらネギ飛んでった。あ、ネギの食感と香りもめちゃくちゃいいですね。うまっ。これはこれで味変になりますね。はい、では続いてこちら、小樽地鶏の中華そばの醤油ですね。はい、もうスープがやばい。めちゃくちゃ、そう、綺麗だね。もう私大好きなやつ。でね、そう、めっちゃ綺麗なの、うん、こちら、メンマがめっちゃ長いよ、これ。はい、はい、違うメンマ ね、形が違う。うん、色も全然違う、はいはい、さっき結構茶色い、濃い茶色だったけど、はい、そして、こちらにチャーシュー3枚もある。種類が違う、ね、うん、違う、はい、こっちと、あとこっちですね。あ、柔らかすぎる。もも、ね、うん、はい、で、海苔が乗ってまして、あの、刻みネギがちょっとチラチラ浮いております。はい、チャーシューが多分小樽地鶏なのかな。あ、そうですね、そうなのかもしれない、
ではスープいきます。うわめっちゃ美味しそう、やばい、超綺麗、綺麗だね、うん、ではいただきます。うわ、うん、うまみがやばいね、やばい、なんかね、醤油の香りもめちゃくちゃいいんだけど、やっぱね、塩よりもこっちの方があっさりしてるかも、なんか、うわっていい旨味がさらって消えてくる、はいはい、あー、うますぎる、最高。では、麺いきます。麺はね、ストレート麺ですね。細麺かな、これ。若干細いかな、細麺だね、細麺ですね、はい、ね、ほら見て、食べる欲がさ、強いと麺が濃くなるでは、いただきます。はい、あ、もうね、麺にスープがしみしみ、こっちの麺もね、歯切れがいい麺って感じですね。うますぎる。いや、なんだろう、さっきのさ、塩の方もそうなんだけど、塩味の加減がね、絶妙なんだよね、はい、それがね、めちゃくちゃ癖になる。いや、このさ、鶏の旨味と、このやっぱね、醤油の香りがめちゃくちゃいい、はいはい、では、続いてこちら、チャーシューいきますね、はい、いただきます。胸ですかね、はい、柔らか、なんだろう、口リセットするのに最高って感じ、うん、多分ね、下味ついてないのかな、なんか若干塩味はするけど、でもなんかね、もう鶏のね、旨味がすごい、すごい、うん、香りもね、なんかすごいいいんだよね、はいはい、何の香りなんだろう、あ、これかな、これの手だからかな、ね、こちらのチャーシューですね、はい、美味しそう、こっちもホロホロです。うまっ。続いてこちら、長いメンマ、はい、想像以上に長かった、うん、ちゃんとね、歯ごたえあるけど、めちゃくちゃ柔らかい、柔らかい、うん、全然違う、さっきのは結構噛んで楽しむタイプだけど、はいはい、食感あるけど、すごい噛み切りやすい、うん、うまっ。ちょっと食べ進めていきますか、はい、あ、うますぎる、うまっ、あ、うまいね、これ、ね、やばいよね、すごい香ばしい、本当にあっさりしてるね、そう、うん、でもね、旨味はしっかりあるから物足りなさは全くないの、うん、スープがうまい、やばいよね、ではちょっと海苔と一緒にいきます。あ、もうね、海苔の香りがめちゃくちゃいい、最高、ちょっと無言になっちゃうね、なんか無言で食べ進めちゃう、いっぱいって感じ、はい、続いてこちら肉ご飯ですね、美味しそう、めちゃうまそうだね、はい、だってさ、さっき食べたラーメンに乗ってるチャーシューのお肉ってことでしょ、ね、美味しくないわけがないで、ね、この真ん中の卵がいきますよ、いいですか、うーん、やばい、美味しそう、最高のやつだ、やばすぎる、ね、うわ、ではいただきます。うまい、うん、やっぱチャーシューうまいから、うまいようまいうますぎて語彙力がだいぶ低下してるでね、しっかりね、ご飯にもね、タレがかかってますね、はい、うん、あのね、味付けで甘めになってます、うん、うん、なんかラーメンはさ、塩頼んだり、醤油頼んだりさ、しょっぱい系じゃん、なんかちょうどいいですね、
で、この卵のかけることによって、この甘さがマイルドな感じになってる。これまた美味しいですね。で、なんといってもね、マヨネーズが乗ってんのよ。最高ね。最強です。はい、うまっ。いや、これはね、頼んだ方がいいですよ。ね。うまい。はい、ということで、あっという間に最後の一口になってしまいました。ペロリでしたね。ペロリ。では、最後の一口いただきます。はい、はい、ということで、ごちそうさまでした。まあ、めちゃくちゃ美味しかったです。はい、ということで、いやめちゃくちゃ美味しかったですね。美味しかったね。いやもう本当に、多分さ、撮影しなかったら3分ぐらいでペロっていけるぐらい、ね、めちゃくちゃ美味しかった。めちゃくちゃ美味しかった。うん、塩ラーメンの方、うん、あのさ、ラードを使ったラーメン、多分初めてかな。そうかな。うん、どうなんだろう。隠し味で作っね、隠し味で使ってたかは分かんないんですけど、なんかね、あの香ばしい香りがめちゃくちゃ良くて、ね、うん、でなんかさ、ラードだからこのなんか脂っこい感じが後を引かないんだよね、うん、それがね、めちゃくちゃ美味しかったですね。美味しかったで、チャーシューも最高ね。やばかったね、あのホロホロ感と、やっぱあのチャーシューの旨味がね、めちゃくちゃ濃いです ね、うん、ね、うん、やっぱあのトラさんに続いて、はい、塩ラーメンの本当に美味しいところを見つけました、ね、うん、いや本当ですね。またちょっとなんか新たな改革です ね、塩ラーメンも美味しいんだっていうのが ね、なんか塩ラーメンって言ったら本当塩の味っていう感じなんだけど、しっかりと、ね、そうそう、うん、塩ラーメンっていう新しいこうジャンルになっていて、うん、 そしていてなおかつね、あの、うん、塩だからさ、そう、あの素材のね、うん、味を邪魔しない。いや、そうなの。そう、うん、めちゃくちゃ美味しい。めちゃくちゃ美味しかったですね。うん、で、あとは中華そばと醤油の方ですね。はいはい、小樽地鶏の方。はいはい、いやもう鶏の旨味と、いやなんかね、醤油のあの香ばしさ、はいはいはい、あの香ってくる感じがめちゃくちゃ美味しかった。ね。うん、麺もね、やっぱあのストレート麺だからスルッといけてね。そう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 。本当になんか喉越しがいい。はい。歯切れも良かったしね。歯切れもいいし。うん、それはまたあれでね、また美味しかった、ね、めちゃくちゃ美味しかったです ね、 ね。いや、あとあの小樽のさ、カレーとかさ、ちょっと気になるメニューもたくさんありました ね、また来たいね。はい、ね、ということで、はい、ぜひ皆さん来てみてください。はい、はい、ということで、今回はこんな感じでいいですか。そうですね。このね、あの Facebook からの視聴者さんから、はい、塩ラーメンあげてくれって言われてたけど、うんうん、こんな感じでどうでしょうか。はい、めちゃくちゃ美味しかったです。ぜひ来てください。はい、はい、あの駐車場もね、しっかりありますので、はい、車で来ても大丈夫です。はい、はい、ということで、この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、高評価、そしてコメントよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。